さあ、そしてなんと学生場通りに続いて踊り込んでまいりましたのは葵園の皆さんです。葵といえば徳川家の本業、徳島の阿波の殿様八鬼火将が徳川家とつながりが深かったことにちなんで、徳川の紋所葵の御紋をいただいたとのことです。葵園です。まあ、高さあふれる踊り中を広く繰り広げられております。そして水上連の皆さん、ありがとうございました。阿波踊り本日2日目でございまして、残すところあと数連となりました。この後午後10時までこちらの演舞場、長い演舞場でこなしに両国本町演舞場、踊り子中瀬と言われまして、非常に長い演舞場でございます。皆さんにはこの後も続々と有名連がやってまいりますので、このままお楽しみくださいませ。続いて踊り込んでまいりましたのが葵園の皆さんです。衣装、浴衣や羽織には連の名前の通り徳川家の門、葵の御紋と言ってました。昭和41年、阿波踊りを愛する人たちが初代連長のもとに集まり結成をしました。葵園の皆さんです。葵園、